モケバドか。じゃあ1月2日から営業するんですか。31日からですか。で31日やって1日だけ休んで、1日だけ休んでやってそうすげえな。で一番多分稼ぎ時が正月なんで、一番多分ピークですね。あ、じゃあ1年のピークはそこに来るから。そうです。だから1日2日の初売りで外に並んでたりしてもらって、福袋やらないやら、福袋今 YouTube でさらけ出せるんで、結構みんな気合い入れて。それすげえな。いやでも、今年今福袋もそうやって考えると、こう中身分かっていいよね。まだ一度リモートでご挨拶したこの子が言ってる子ですよ。あ、よろしくお願いします。一度だけ行ったことあります。もう一度と言わず何度でも癖になるまで。最近やっぱお仕事が忙しくてなかなかできてないし、全然行けてない。あの1月17日にサバゲーのイベントやりますので、よければぜひぜひ。わかりました。松田さんもぜひ。この前ですね、やらせてもらったんです。ありがとうございます。なんだろうな、このコロナの第3波はちょっと一番最初よりやばい感じがするんですよね。うん、一番多いんでしょ。あ、イベントごとが本当にやばいかなっていう。今年もほとんどできなかったんで、来年もこれだとちょっとできないよね。俺も本当マジな話、ライブハウスの予約なんか取れないですもん、ね、怖くて。箱確かにそうですね。自分の1日かけてやるイベントとか毎年やってたんですけど、もうそれのキャンセル代なんか払えないから。そうっすね。小林さんのところスキップカウズでそれを取るって形なんですか。そうです。だからその、うん、今フェスっていうの毎年やってもう10年ぐらいやってたんですけど、それも結局ね、うちが取ってそのみんなに上がり、その経費の部分さっ引いて上がりをこう順当に渡してこいみたいな感じなんですけど、うん、だからやっぱそれがね、もう全然怖くてできなくて。キャパ的にはどれぐらい入る。300ぐらいだったから大したことないにしてよ。でも知り合い価格で負けてもらった小屋台だから、あ、絶対払わないといけないでしょ。そうですね。300人でも箱に入ったら相当密ですよね、うん、どんなに密ですよ、ね、うん。だって今40人とかですよ、300の小屋で入れる。あ、入れちゃいけない。結構寂しいな、それは。もうこうやって蛍光のシールとか貼ってこう列になって、それだけの間隔を上げてくださいっていう。ちょっと演者も嫌だね。だからライブの写真とか上げないでほしい。だからもうちょっと来るでしょって思って、うんうんうん、私もう感覚が出るからもうただのガラガラにしか見えない。閑散としちゃってるみたいな。そうそうそう。それは寂しい。だったらオンラインライブの方がまだマシだわな、それは。でまあこれがまた難しくて、オンラインでやると全然盛り上がってないのもあるんですよね。うん、演者のテンションが、ね、やっぱり生には勝てないよね。でもな、イベントごとが少なくなったらイベント業種の人は本当もう苦しい苦しいってやっぱ聞くから、エアガンだけじゃないですもんね。ね。でも VR がこれから進化して本当に触ってる感じとかがついてくると。うん、もう そうなってくるとあれかもね、そのちょっとライブのあり方も変わるのかもしれない。ライブの方だったんだ。俺18金がすぐ出てて、ね、うん、そうそうそう、それも今だね。そっちももちろんそうだけど、それプラスその日常が完全に感覚がこう外出なくても全部 そ, れ、ね、それで分かっちゃう。芸能人と握手してる気分になれるとか言ったらね、その目玉触ったり、目は触れないでしょ、うん、普通から、で触った途端にデミちゃんも泣くみたいなね。泣くわそれは。痛い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 。バカなのか。泣くわそれは。ここからは模型パドックの迷彩教育、模型パドックさんにサバゲーの魅力をレクチャーしてもらっています。サバイバルゲームをもっと面白くする模型パドックがお送りします。模型パドックの迷彩。はい、さあここからは模型パドックの迷彩教育、八千代でサバイバルゲーム通称サバゲーを楽しめる模型パドックさんにサバゲーの魅力をレクチャーしてもらっております。さあ今日はちょっと久々のベイ FM からの スタジオからでございます。今日のテーマは何でしょうか。もう一回お願いします。はい、
今日はちょっと久々のベイブのスタジオからでございます。今日のテーマは何でございましょうか。今日はフィンガーコントロールとマズルコントロールでございます。さあ八千代でサバイバルゲーム。はい、模型パドックから来ましたデメと申します。よろしくお願いします。はい、はい、裏方です。よろしくお願いします。俺毎回でもこれ始まって前緊張するわ。なんだろう、チキンハートが爆裂してるわ本当に。そんなことないでしょもう。やっぱねこのブースってのが怖いよね。チワワですからね。チワワですから。やっぱあっちだと全然緊張しない。緊張しないですね。あやっぱそういう、そうか、場所ですね。アウェイとホームか。あっちだとやばいっすよもう二人。いやいや、やなの俺はもう本当ファンなの。ノリミチの真似してんでしょ。だからノリミチがすげえひどい人だって。ひどいな。ひどいでしょこいつ。ひどいな。もうね、ノリミチ君って。あれアメリカだったらめちゃくちゃ取られるよ。もう取られる取られる。あのねもう入ってると思う。だって喜んで。喜んで。おめえ何でもよく捉えすぎなんだよ。趣味が G っていう。だってさ、後ろにいてさ、え、くせえ、くせえ、この女くせえとか平気で言うでしょ。すげえくせえみたいな。くせえはやばいな。かわいそう。かわいそうってボソってならそれ、ね、女性かわいそうだね。モテるのとか。テンションは。え？どうしたのテンション？どうしたのテンション？最高。おめえさてかかったな。もうマジやめて。うそうそうそう。分かんないのかよ。はい、お願いします。しゃあベイベーモザイクのチーム戻していきますと、しこってるでしょですよね。さあここからですね、モキーパドックの名声教育八中市でサバイバルゲーム通称サバゲーを楽しめるモキーパドックさんにサバゲーの魅力をレクチャーしてもらいましょう。さあ講師はこの方々です。はい、模型パドックからやってきましたデメでございます。よろしくお願いします。出てるデメちゃん、うん、はい、裏方です。裏方さん、お願いします。よろしくお願いしますね。ということでございまして、今日は、ちょっと久々のねベイフェムのスタジオからでございまして、はいはい、あ、そうなんだね、はい、ちょっとデメちゃん緊張してないんだって。そうなの。いつまで出てるっつってガーツが、ね、緊張してる、もう緊張してる、ね、もうやばいやばいやばい、目出てる、目出てる、ね、バーカーが赤い、うん、バーカー赤くて目が出てる、うん、デメちゃん、何デメちゃん、これね、すごいね、ヤチよ、ヤチオの、ヤチオのデメちゃん、ヤチオってどういう意味、わかんねえよ、お弁当屋の名前出てる、ヤチオ出てる、唐揚げは美味しい、美味しい。さあということでですね、今日のテーマ何でございましょうかね、うん、さあ今日のテーマですけども、うん、いやここ最近ね、うん、アリーナシャングリラでねゲームやったりとか、アリシャンね、練習したけど、うん、いやポンコツ具合を見るところもいっぱいありましたよ、まだまだ、我々がね、覚醒の、しかもちょっと覚醒したじゃん、ちょっと、うん、そうだな、なんとかね、この兄さんを、安兄をね、ちょっとこれなんとかしたいんですよ。お安さんを。今後やっぱしょって立つ人間だから、うん、うん、お願いします。どこも立てない。若手と、最近ダメなの、全然立てよ、おい。その話じゃなくてな。マカ違う違う、あのね、はい、物が当たるとか、物がっていうとまたね、絡むかもしれない、うん。当たるか当たらないかの前に、うん、もっと大事なことが気づいたんですよ。うん、最初にもやってるんですよ、ね。スタジオでもやってたんだけど、ね、ここで、とっておきのですね、大事なことをやっていきたいと思います、うん、はい、今日はですね、フィンガーコントロールとマズルコントロールといってですね、うん、安全管理に、非常に関わるところでございます。安全管理、はいはいはい、これね、何回もやってるんですけど、うん、もう何回も耳にね、嫌になるぐらいやっていきたいと思います、うん、フィンガーコントロール、はい、ああ結構うまいけどな、フィンガーコントロール、俺もね、いろんなフィンガーがある、ちゃんと切ってね、フィンガーコントロールしてるし、うん、そうだね、うん、それね、一回新橋でもね、あなたうまそうなんて言われたことあった、あ、言われたかもしれない、ああ、フィンガーコントロール、いや、そう言われなかったから、俺うめえよ、俺うめえよって言われた、うん、今ね、俺一つだけ言うの、そのフィンガーコントロールじゃねえな、あ、違うね、違うね、そっちじゃなくて、危ないコントロールがあってね、フィンガーコントロール。そう、コントロールできてなかったな、ということで、ここで抜き打ちでですね、私の、自前のね、ちゃんと、ものを持ってきて、一応、安全管理をしまして、デメガンね、デメガン。デメガンを持ってきました。デメ汁が。じゃあ、デメ汁？シコル君はこっちを置いとくから、まだ持っちゃダメだよ。持たないね。はい。はい、これをね、かっこいい銃だな。さあ、じゃあ、テーブルに置いてください。はい。で、テーブルに置いて、おもむろに手に持ってみてください。
どうぞお持ちください。片手でいい。はい、いいぞ。打つ感じ？あ、もういい。ポッと持ってみてください。はい。はい。はい。シコル君。はい。成功。セーフ。成功。セーフ。成功できる？ヤス君、デッド。あれそうなの？俺もう理由分かってんの。何？俺が要するにちょっと前に向けたからでしょ。ああそうだ、だって俺に向けてるもん、銃口。危ねえよそんなの。フィンガーコントロール、まずフィンガーコントロール、うん、指がどこにヤス君いるかな。ああそうだ、俺銃口引き金のとこ行ってた。引き金のところに指かけて銃口こっちに向けてんだもん。抜いた。怖えよマジで。これ完全に槍に行ってる際ですね。そうっすよね。確かに。これね、シコル君が素晴らしいのはグリップの手を持ってる。確かにトリガーに指がかかっていない、うん、銃口もヤスに向けてない。素晴らしい。あ、素敵。たまたまだけど、これはねおもむろなんですけども、はい、なんとなくこう銃を置いてあって意識をするかしないかなんですね、うん、取った時にトリガーに指がパッてかかっちゃうようにわざとなってるんですね。銃は撃ちやすいようになってます。そこに指入れるわけですからね。入れたくなっちゃうけどね、指って入れたくなっちゃう。穴があるとね、そこに穴があればね、穴はある、穴はあるけど入れちゃダメなんだ、まだ。そうか、我慢して、我慢して、うん、シコル君我慢してもらうのはいいんだけど、はい、じゃあお手本を見せます。はい、お願いします。じゃあシコル君の銃をね、こう例えば、はい、銃がこう置いてあるとします、はい、その時に一番危ないのは親指でもこうやって入れちゃったら危ないわけです。親指も危ないね、はい、ですから銃持つ時なるべくグリップだけを持ちます、うん、グリップだけね。そうするとこの状態になって銃口、これがマズルって言います、はい、マズル、はい、これをコントロールしなきゃいけない。今本当はこの状態って良くないんですけど、うん、まあ、この状態だと安全だと思うのは真下です、うん。あ、真下に向けんだ。この状態だったら今一番間違いない、ね、安全なのは下なんですけど、これもいろいろあるんですけど、本当に、ね、本当にいない方向に向かってやるんですけど、まあサバゲーとかね、そういう場面ではどうしても銃口が周りにいます。あ、危ないな、でも銃見てみたいなと思ったら真下にこうします。真下に向けてね、指はかけない。そうです、うん、でこの状態でここら辺に持っとくと、うん、暴発した時とかでも相手に向けてないので当たらない、うん、安全ですっていう、うん、これができると何がいいかってカッコつけなんですね。一つはカッコつけ、安全もあるんですけど何よりもカッコいいと、ちゃんと銃の取り扱いが僕はできる、これを刃物だと思って包丁とかナイフとかをこう持つ時に相手に入ってこう渡す、渡さない、渡さないね、先を渡さないもんね、うん、それをイメージするともうめっちゃ向いてんだけど、うん、これだと包丁をわざとおいってこう、いやいやいや、ね、そうやって向けられたら手あげちゃうもんね。そうなの、うん、完全に裏門さんがもう強盗入ってたもんね。入ってる入ってる、俺、ね、これ、ね、これ映像見た人はね、うん、見てもらうと完全にやられてる、絶対にこれ普段はやらない、うん、俺も一旦財布掴んじゃったもん、うん、俺もジャンプしようかな。そうでしょ、出す気満々じゃないか、うん、でこれも相手に渡す時とか銃安全です、その場合は真下を向けてこう渡しましょう。なるほど、指をかけない、これを意識するのがすごく重要です。かっこいい。で、フィンガーコントロールというのは人差し指でトリガーを引く人が多いと思いますけど、うんうん、これを普段打たない時は例えばこうわざとこう外しとくんですね、うんうん、反対から見たら見えないですよね。見えない見えない。でもここにあると中途半端にこのぐらいにあると入ってなくてもあいつ打つのかな、遠くからだと。あ、じゃあ裏側から見た時にもう全然もう見えない感じで、そうです、反対側に指を裏側さんとか今打たないよっていう感じじゃないですか。このことをしてあげると、このアピールが大切っていう、外に行った時にアピールになるんだ。そうです。これは、知り合いだからいいでしょってなっちゃうんですけど、基本的には、うん、極端な話、うん、シコル君に銃口を向けたくないっていう場合は僕はこう切ってこう向けます、うん、なるほど。こう切って、これがサバイバルゲーム中でもできると非常にこう仲間を撃たなくていいっていうこともあるんですけど、うんうん、マズルコントロールはこう銃からマズルから先端ね、そうです、うん、これレーザーが何でも切れちゃうレーザーがずっと出てると思って、うん、ああなるほど、そこをこう当てちゃいけないよ、はいはいはい、イライラ棒みたいな、はいはいはい、そうだ、なるほど、うん、でこれで相手を視界に入った時に切るっていうところを意識する。でもう一つすごく重要なのはこのフィンガーテクを駆使する、うん、ちゃんと打たない時は外しておくこと、うん、で、一番重要なのはこの人差し指の方です。マズルというのは意識してても切っちゃう時がありますけど、うん、一番簡単にできる安全だよね僕のこの遊び方はっていうのがちゃんとトリガーを引けませんよっていうのを相手に離しとく、外すとか言いますけど、これができてるともうかなりお、こいつできるできるな、やばい、ね、ということでですね、僕は銃を渡すんでシコル君ちょっとやってみてくれるか、はい、よ、いい、そう、はい、それで、あ、いいですね、銃口
やすか、自分に15分受けちゃってるよ。それレーザー出てたら自分の肩が切れちゃうよ。自分の肩が切れちゃうよ。え何聞こえないの、はいはい、聞こえないのかこれっすね、これっすね、うん、聞こえよ。チラッと俺もう撃たれてるから、そしたらいや、撃たれてない、撃たれてない。銃口こっち、お前これここいからレーザーが出てると思ってください。いやだから思ってるから怖えんだよ。ちゃんと切ってください。ちゃんと切ってください。切ってくださいね、はいはいはい、お願いします。ね、安く面白い握り方してるの V 字で持ってるんだよね。すげー、あの、ね、ストレートみたいな握り方してるんだよね。ちゃんと持って指を離した方が、じゃあ今度銃を落っこなしちゃうことがあるんで。そうですよね、銃をしっかり握って人差し指をこう立ててください。で、ね、はい、指で挟んでんだ。はい、あ、いいですね。それで銃をいいですね、はい、親指ちゃんと握ってみましょうか。じゃあ、はい、グリップしてみましょう。ちゃんと、そうです、そうです、はい、いいですね。これこれかなり安全ですね。指長いから、うん、指長いからね、はい、これをね、奥まで届くなんつってね、うん、言われちゃう。ここにするといいです、ね、いつもと違うとこだなんて、ね、そう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 。ヤス君も綺麗にね、指すごい長いのね。ここでいいかな、ここのスライド、そう、そこ、ね、スライドの部分いいのね。そう、そこ、そのぐらいが、俺上側ばっかいっちゃうの、上好きだよな、ね、上側の攻めがすごい。そうそうそう、でも分かる分かる、気持ち分かる。引っかかれるとこでいいっていうことですね。知ってるからね、引っかかるってこと。引っかかる、引っかかる、ものすごい引っかかるから、ちゃんと真横でいいです。はい、僕は人差し指で銃口を普段使わないときは手前にこう引いておくと、うん、下ですね、こういう形にしておくと、本当は真下を向けるっていうのがいいですね、うん、いいですね、いいですね。これ何でも決めるレーザーが、自分の足、自分も向いてちゃいけないですよ、本当は、はい、そうなんです。だからこう股と股の間ぐらいに置いとくと安全ですっていうのが、これはサバイバルゲーム始まる前までのお約束ごとで非常に意識しましょう、うん、マズルとこれですね、なんと確かにデメリューっていうのをやってまして、はい、デメリューを見た人が、あれ安全管理がっていう指摘がなんとあったんです。あったんですか。なんと、いや、デメリューじゃなくてこの放送でね、あらあらあら、ラジオの方ので、それを何がいいかって、いいことだなと思ったんですよね。リスナーさんや見てる視聴者の人が、うんうんうん、こう、あ、これが悪いよって、あ、言ってくれたって、みんなでやってるんだったらすごくいいなと思ったので、うんうん、なるほど。で、改めてじゃあこれをテーマにね、していきましょうということで、意識をしてもらう、これはね、うん、これからのサバイバルゲームの教育の段階なんですけど、改めてやるとまた気づくこともありますので、うん、あ、すごくいいかなと思います。初心に帰るね、我々も、うんうん、もう常に心がけてもらって、うん、でも絶対じゃないんで、やっぱ人間なんで、うん、どうしてもミスしたりとか、はい、まあ、指入っちゃったとか、うん、指入っちゃった、指入っちゃっ ゃった、ごめんごめん、指入っちゃった、間違えちゃったって入れるつもりやがったんだけど、あれそっち、うん、ね、そういうのもあるよね、ごめん、指入っちゃったっちじゃないよ、そうそうそう、うん、辛いでしょ、あの乗っかるとさ、うん、大丈夫大丈夫、そっちじゃない、そっちじゃない、うん、村口さんすごい強くなったよね、うん、ね、すごいね。いや俺も強くなった、うん、もうもう、だからこういう時にはもう3人でボケた方がいいなと思ってるから、うん、俺も、あ、さすが浦ちゃん、そうそう、うん、でもね、これすごく今ね聞いてくれてるリスナーの人たちが、もしこれを根強く聞いてる人は、これを本当に指を外したりっていうのを、うん、あの意識する、はい、マズルコントロール、レーザーが切っちゃうってことを、銃を買ったからこそ覚えてもらいたい、うん、興味があるからこそ知ってもらいたいというところです。すごいかっこよく見えるからね。そうですね、うん、当てる当てられる前にこれができるだけで、うん、あ、この人経験者なのかなと思われるぐらいです。はい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 、あの、まあ、こんな小さなことで、まあ、小さなっていうか大きいことだけど、ね、こんなことで、あ、できる人だなって思ってもらえるんだ。思います。ああ、じゃあやろう、じゃあやろう。できる男ですよ。ジュンとしちゃったらね。ジュンとするね、うん、これね。これは。ジュンとする、うん。だってやっぱそうだよね。ナンパだっていきなりね、うん、いきなり刺していってたって刺してくれませんよ。そりゃそうだ。あ、そうなの、うん、だからそういうものだから、そう、じゃあ順序、ね、これが一番大事なことってこと。かっこいいなと思うと、一番初めに向こうから入れてって言ってくる、うん、うん、な、うん、それはね、うん、あの、ないです。ないの、あ、これもないか。それ多分言わない、そんな甘くねえんだな。甘くね、甘くね、何事にも練習をしてだな。そうそうそう、やっぱり訓練、訓練。訓練ね。準備、準備。はい、という今回はですね、はい、テーマでした。いや、ためになりましたよ。はい、うん、なりました、ね。ためになって、本当にこれだけためにまずなってもらえれば、これからのどこの遊び、例えば、ね、うん、僕ら先生がいなくても遊びたいなと思ったら、それができてるだけで、先生誰だって言われたら、あいつらできてるじゃないかと思われますから。デミちゃん、ブラちゃんですと、もうすぐ言ってください、うん、はい、できてなかったら僕らのところにまた来ます。うん、ああ、そうかそうか、そうだね、そしたら釘バット持って殴りかかりに来ます、うん、怖えよ、はい、怖えな、うん、スパルタンだ、うん、うん、はい
じゃあお知らせ聞きますか。あ、そうですね、はい、12月10日以降のちょっとお知らせがあるということで、はい、モケパドックからですね、お知らせとしましては1月2日、もう年を明けて2021年の1月2日からですね、モケパドックは、初売り新春セールなどをやります。福袋などもやります。で、それに伴ってですね、来年からこそはサバゲーをいよいよデビューだという方もいらっしゃるかと思いませんけども、うん、アウトドアのサバイバルゲームフィールドですね、前回11月1日のやったイベントとはまたちょっと違うんですけども、同じ場所アテナさんで1月17日からサバイバルゲームの、はい、アウトドアゲームがありますので、うんうん、ぜひよろしければそちらの方にご参加いただければと思います。はい、ホームページをね、アテナさんのホームページ見てもらえば、はい、もう予約やってます。もうそろそろもう始まってることですね。はい、はい、まあだから正月全然休まないってことですね、モケパドックさん ね、 ね、すごいですね、本当にね。僕はいませんけどね、レミさん休みに、休みますよ。お年玉もらったらやっぱ買いに行くでしょうよ。そうよね、そうか、うん、なるほどね。じゃあそこが一番のやっぱりこうね、稼ぎ時じゃないけど、稼ぎ時なんですけどね、ゲスな話ですけどね、ぜひぜひ皆さん買いに来ていただければと。はい、さあ収録の模様はモケパドックさんのサイトにある YouTube チャンネル動画でどうだにて配信予定です。ぜひぜひチェックしてください。デミちゃん、浦勝さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。毎週定例会もある。そうだね、定例会もあるね。定例会もそうだね、新春定例。こちらはじゃあ一度お返しします。はい、すみません。まあでもこの銃の扱い、俺も実はあの、うん、自然となるまですごい大変で、イベント行った時に何あの持ち方みたいなこと結構言われるんですよ。あ、安全管理ができてないって言われて、え、何そんなのあんのみたいなの、お作法が大変だねそれね。だからやっぱ少しライブハウスでもやってるやつらがやると機材の使い方知らないと、あいつら何やってんのみたいなのあるじゃないですか。あのアンプも温めないでバツンって電源ボリューム入れたも切り上がったりとか、ね、それの基礎みたいな感じなんですよこれ。あのだから安全のために機材みんな使うよねみたいなものなので、うんうん、そのルール守ってねってやつだけですね。なるほど。